テクノロジーに満ち溢れていて、まあ、それなしには一日もこう過ごすことはできなくなってます。コンピューターはあまり賢くないので、その人間の言葉はわからないんですね。でコンピューターにさせたい仕事は、その人間とコンピューターが両方とも分かる言葉で伝えてやらないといけない。それがプログラミング言語です。私は15歳の時に最初にコンピューターに会ってプログラミングを始めて、それからもう今までずっと30年以上プログラムをずっとしてます。で一度も嫌だと思ったことはないですね。もしかして私の作ったものってこう世界にすごく影響のあるものを作ってしまったんじゃないだろうかって思ったのは、今から10年ぐらい前ですかね。世界中のそのいろんなウェブサイトが Ruby を使って作っています。まあ最初にね Ruby を作り始めた時には本当に自分だけが使ってればそれでいいかなと思ったんですけれども、で、そしたら世界中の人が使うようになって、そしてまあ勉強したいという人のために Ruby に関する本をたくさん書いてくれた人がいらっしゃいます。まあ、私がいつも家にいることは、まあ、例えば私の家族にとって、妻にとって、まあ、いいこともあれば、まあ、悪いこともあって、まあ、時々こう、まあ、早くこう会社に行ってちょうだいみたいなことを言われることもあります。私はコンピューターが好き でプログラミング言語も大好きで、まあ、仕事も愛してますけれども、だけどその家族よりそれを大切にしてはいけないと思います。その私が自分の人生をこう有意義なものにしたいとか、そういうふうに思っていることっていうのは、そのまあ私の通っているその末日聖徒イエスキリスト教会の教義の影響はすごく大きいです。私は自分自身をまあクリスチャンだとか、あとまあ家族の父親とか、そういう形でまあ思ってて、でまあ有名なプログラマーという肩書きで知られたいというふうに思ってません。ソフトウェアの開発っていうのは突然完全なものができるんじゃなくて、こう、まあ、不完全なものをまあ少しずつ直したり、こうでだんだんこう成長していく。それも一人ではできなくて、私にとって人生も同じようなもので私の信仰は人生に関わる疑問に答えてくれます。私の妻であるとか子供たちであるとか、まあ、同僚、まあ、近所の人、そういう人たちの話し合いや協力によってだんだん成長して、まず 2.0 になりたいと思ってます。私は父親です。私は夫です。私はコンピューターオタクです。誇りに思ってます。私はジャグラーです。キーボードは世界を変えることができると信じています。私は松本幸宏です。そして私はモルモンです。